はい、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回もですね、サムネイルに使うと効果的とされているそのキーワードをね、訴求というテーマでお届けしようと思います。今回はサムネイルに使いたい訴求シリーズ第3弾、数字で訴求するでございます。再生数を10倍にするというふうに書いてますけども、10倍にできないかもしれません、すいません。しかしですね、このキーワードを使わずにやって10倍になることはないです。ただ使い続けると10倍になる例はボンボン出てきますんで、その影響力の強さに、まあ、驚いてみてください。まず一つ目、数字の訴求ですけども、%っていうのを使うとね、やっぱ人はね、おというふうに訴求されるんですよ。つまりは再生ボタンを押すということになります。これはですね、どんな心理状態に訴求するかってことなんですが、データで示すと人は興味を持ちやすいというところに根ざしております。例えばこんな使い方です。99% その方法間違ってます。 99% これをやると成功します。 99% の人がこうなっちゃいます。こちらにですね、効果的な画像をはめ込んで訴求してみるといいんじゃないでしょうか。やっぱりね、これね、 100% って約束できないところはね、ちょっと残念なんですけども、でも 99% そうなるよっていうふうに語りかけると、あ、だったらちょっと試してもいいかもなっていうふうに、このようにね、人間心理はデータに弱い、数字に弱いっていうところ、これを使っていきます。二つ目もちょっと似てるんですけども、何分〇〇分って書くやり方ですよね。これはですね、より簡単に楽に結果を出したいという、サボりたいという心理に根ざしてます。例えば3分で稼げるよとかね、毎日5分で痩せるよとか、月に1回で3万稼げる副業だよっていうふうに書いたらどうでしょうか。あ、だったらできそうだなっていうふうに思わせるじゃないですか。このように具体的に時間を示すことによって、効果が出るまでの目安がすごく立ちやすくなるっていうところに、再生ボタンを押させる心理トリガーがあります。次、先ほどと大体同じなんですけども、秒っていうのを使うこともありますよね。それから何日でっていうのもあります。これはどんな人間心理に訴求するかということなんですけども、ある程度の努力は覚悟しているが、できるだけ早く結果を知りたい、そのために一体いつまでやればいいんだってことを、この秒とか何日で示すわけなんですよね。3日でできますよとかね、30秒でできますよとかね、5日で結果が出ますよみたいな書き方をします。それからですね、選ぶっていう字ですよね。これに数字を組み合わせてこういうふうに使います。稼げる方法10選とかね、おすすめの豪華温泉10選とかね、モテる40代男の 特徴20選とかですね、まあ、この選ぶっていう漢字、選と読むんですけども、これはどんな人間心理に訴求するか、他の YouTuber を出し抜くために使いますね。またですね、このなんとか線、10線20線って書く場合は、ある程度の動画の長さ、これを見てもらうために使うことも多いです。というのがね、稼げる方法10線って言って5分だったら、かなりはしょってるなって思わせるでしょ。で、おすすめの豪華温泉10線だって、やっぱりそれなりにボリュームがある内容に感じれるじゃないですか。これがね、10分だったらね、すごい駆け足で紹介するんだろうなと思っちゃいます。そしてモテる40代男の特徴20点って書いてると、しっかりとね、腰を据えて見てみようかなと思うわけなんですよ。なのに10分前後ってことはないと思います。やっぱりね、短くとも30分、できれば1時間程度の動画を作った時に、この線ってやつを使えるようにした方がいいんじゃないかなと思いますね。そして他の YouTuber を出し抜くためにってことなんですよ。これは何かっていうとね、他の YouTuber さんが稼げる方法10選って書いた場合は、じゃあこっちは稼げる方法12選だぞっていう風にやっていきます。はい、次はね、金額です。円です。これはどんな人間心理に訴求するかってことなんですけども、やっぱりね、お金に興味があるっていう人間の心理ですよ。ここに訴求するためにこういう風に使っていきます。毎月3万円稼ぐ方法とかね、毎日1000円の不労所得とかね、東京都心手取り9万円で生活する50代とかです。どれもこれも、あれ、具体的に数字出てるけども、どうやってるのかなっていうふうに興味を引きますよね。その他、ご家族みんなで1万円税込み1泊2食の温泉旅行とかね、1000円ランチとか、100円均一で手に入る何々何グッズとか、こういうふうな切りのいい数字はやっぱり見たくなるんですよ。そしてその次です。倍ってやつです。何倍ですよってやつ。これは同じことをするなら大きな効果を出したいという、そういった人間心理に訴求していくことになります。例えば5倍効果が出ますとかね、あとは所得倍増計画って言ってね、これはどっかの総理大臣が言ってましたね。一体あの所得倍増計画が何だったんでしょうか。1倍ってことでしょうか。
それともご自分のね息子さんが所得倍増だったんでしょうか。はい。で3つ目、お肉が10倍美味しくなるワインの選び方とか言ってね、ワインのソムリエさんがこういったサムネイルを作ってるとちょっと見たくなるかもしれませんね。はい、じゃあ数の訴求、次が最後です。それはね、年ってやつです。今の時期これ使えるんじゃないですか。今がね12月25日なんで、もう年の瀬ですけども、どんな人間心理に訴求するかってことなんですが、これね同じネタでも新鮮に感じるんですよ。例えばね、2023年新型家電情報って書くとするじゃないですか。はっきり言って新型家電って毎年出てるわけですよ。でもそれを新型家電情報って書くよりも、2023年新型家電情報ってこの今の2022年の終わりの時期に書くことによって、ちょっと情報を先取りしようかなっていうふうにクリックを誘うことができるんですよ。次ですね、今年の瀬なんで2022年で終わるジャンルみたいなね、そんな感じで音楽やスマホとかね、なんかパソコンのソフトウェアのことを書くと、またこれもねその当事者関わってる方がちょっと見たくなるかなというところですね。はい。で、やっぱりね関わってるといえば私たちは YouTuber ですから、 YouTube が10年後どうなるみたいな感じで、10年後っていう言葉を使うとね、なかなかこれも面白いんじゃないかなと。例えばスマホ10年後はどうなるみたいな感じで、もう完全にねコンタクトレンズ埋め込まれて自分の思考で、こうね操作できるよとか、そんなことを想像しながら動画を作っていくってことになりますね。はい、じゃあ数の訴求が終わりましたので、今度はね否定訴求に行ってみましょうか。否定訴求もなかなか面白くなると思いますので、続けてご覧ください。否定訴求ですけども、何が禁じられたのか覗きたくない心理に訴求するわけです。例えばね、何何何するなよっていう風にサムネイルで書いてあったら、これはね実行しているからこそ興味が出る心理って言いますけども、例えばねここです。仮想通貨投資をしている人が2023年は仮想通貨に投資するなっていうサムネイルを見たら、え、なんでなの、俺しっかり頑張ろうと思ってるのにさっていう感じでクリックしちゃうんですね。そして浮気をしている方、浮気バレるぞ、何々するなってことで、バレたくないんでしちゃいけないことをチェックしようと思うわけなんですよ。次、やっぱり健康に気になる方はね、これですよ。がんになる健康食品まるまるするな、ね、飲むな買うな食べるなみたいな感じです。健康食品と言われてるものって世の中にたくさんありますけども、逆にね健康食品のはずなのに肝臓に負担がかかってがんになるやつってあるんですよ。そういうのを紹介する動画を作った時にはこれです。で、付随効果としてライバルがねポジティブ要素、これをやった方がいいよとか、あれをやった方がいいよっていうふうにポジティブに訴求してる時には、逆にこの否定訴求が差別化されていいんですね。だからみんながね、私も実例があるんですけども、コインチェックっていうコイン通貨の取引所があるんですけども、そこでネムが盗まれて取り付け騒ぎになったことがあるんですよ。自分のお金はどうなるんだ、いつ出金ができるんだみたいな、YouTube 情報がたくさん錯綜してる時に、私はね自分の入れてるお金はどうぞ事件解決のために使ってくださいと、被害者がいるんだったらその人に渡してくださいみたいな感じで動画を撮ったんですよ。で、これがだから逆張りってやつです。自分だけ多くの方とは違う YouTube 発信をすることによってアクセスを取るってやつですね。この動画今でも残ってるんじゃないかな。はい、次、 NG っていう言葉を使います。この NG っていう言葉は実行してるからこそ興味が出る心理ってことで、まあ先ほどと同じなんですけども、この2文字でそれが表現できるじゃないですか。ですんで写真をしっかりと見せたいときにこの NG っていう2文字が使いやすいんですよね。はい、こんな感じです。 NG な動画の作り方、絶対 NG セールストーク、こんなサムネイルは即 NG みたいな感じでね、こうキャッチコピーが短くて済むんですよね、これはね。だから NG ってことが対応されます。意味は先ほどと一緒なんですけどね。次も似てます。ダメっていう表現です。これも2文字なんで NG じゃなければダメ、これを場合によって使い分けていきましょう。例えばね、カタカナばっかりでキーワードが続いた後にダメって書いちゃうとカタカナカタカナで分かりにくいんで、そういう場合は NG って書いた方がいいですよね。逆に漢字とかひらがなとかアルファベットが続いた後に最後にダメって書きたい場合は、こっちのカタカナの方で表現するといいと思いますんで、 NG とダメをね使い分けていきましょう。これもだから実行しているからこそ興味が出る心理に訴求するって感じです。在宅ワークをしている人に在宅ワークでこれはダメとかね、 YouTube でジャンルを探している人に YouTube ダメジャンル紹介しますとかね、それから労多くして実りなしなダメ副業って感じでやると副
業頑張ってなかなかお金にならない人が、もしかしたらこの人が言ってる動画の中に自分の副業も当てはまってないかなっていうふうに興味を持ってみるってことになります。次もこれですよね、ネガティブ訴求なんですけども、何々はしないでくださいって否定表現です。これどんな人間心理に訴求するかなんですけども、逆張りで興味を引く方法なんですよね。多くの人があれをやろうこれをやろうっていう時に、いやいやそれはしないでください、これもしないでくださいっていうふうに逆張りすることによって、多くの人が逆の発想のことをね見に来るって感じです。例えば結婚はしないでくださいっていうふうに結婚してる人が言ったらどうですかね。そして最近予防接種ってあるでしょ、第何回とかありますけども、あれを打った人がね、いや予防接種はしないでくださいとか、あの予防接種を担当している医師の方とかが打ちながら予防接種はしないでくださいっていうブログとかね、サムネイルタイトル上げたらどうですかってことですよ。まあ、あとはね、真似しないでくださいと、いい子を真似しないでねみたいなやつがありますけどね。あとは危険なことを匂わせる写真と真似はしないでくださいとか、あとはね、食べ過ぎ、なんか大食いみたいなやつが画面にあって真似はしないでくださいってあったりとかね、あんな感じですよね。はい、次、買うなという表現です。これどんな人間心理に訴求するかっていうと、ご名答です、その通り、購入しようとしている人の買って失敗したくない心理に対して何々買うなっていう風なね、そんな訴求になってます。これも画像と組み合わせると特に効果的なんですね。例えばね、クラウンの写真がバックにあって、それに乗っている姿があってもいいですよね。クラウン乗り10年が警告、買うな、ね、なんでやって、お前乗ってるじゃないかみたいになるじゃないですか。蓋を開けたらクラウンっていうのはレンタルがあるよとか、そんなことかもしれませんね。次、ユニクロ春の新作は買うな。これもですね、ユニクロの店舗の前でバッテンをね腕で作った、そんなスタイルで写真を撮って、ユニクロ春の新作は買うなみたいな、こうキャッチコピーをつけると、何々お前それだけユニクロ買っておいて何言ってるのみたいな感じで見に来る、まあ、そんなね訴求になります。それから情報商材業界に散々パラいるね、私もねこれ自分で使ったらどうかなと思うんですけども、情報商材は買うなっていうキャッチコピーです。これをやったらどうかなと思いますけどね。はい、次の訴求なんですけども、似たような形で丸々やめろっていうのがあります。これも何かをやろうとしている人の心理に逆張りをしていくんですよ。人が普段からしていることとか、もしくは新しく挑戦しようとしていることに対しても効果的です。例えばね、女性のソロキャンやめろみたいなね、ソロキャンプっていうのは一人でキャンプに行くことです。まあ、やっぱこれは分かりますよね。女性のソロキャンって何かと不自由で危険ですからね。はい、次、新常識、朝に味噌汁を飲むのはやめろね。多くの方が朝味噌汁飲むと健康になれるって言ってますけども、こんなことを言ってどういう根拠なんだっていうふうに興味を持ってしまうってことです。次、電気自動車はやめるってやつですね。電気自動車につきましては、どうもお肌の曲がり方が決まりていて、一時期みたいなね、電気自動車万歳っていうことではなくなったみたいです。テスラモータースもなんかね、100万円ぐらい値下げして今売る時期に入ってるみたいですよ。電気自動車って半導体が今足りないんで、実はね納期が遅れるはずなのに、なのに逆に電気自動車余っちゃってるんですよね。不思議ですよね。はい、じゃあこんな感じで、逆張りの訴求をお話ししてみました。最後、権威性の訴求で、今回は訴求についてサムネイルタイトルの作り方、キーワードのコツを終わろうと思います。あともうちょっとお付き合いくださいね。はい、権威性の訴求です。例えばね、月商とか年商とか、この道何十年とかね、そんな人が訴求するキーワードになります。これはやっぱり多くの人が実績のある人から買いたい、学びたいっていう、そういったところに根ざしていますね。で、後ろの画像っていうのは自分自身が出るよりも誰でも知っていそうな有名人の画像がいいと思います。例えばね、初月80万とかって書いてあったりとかする、そういった権威性です。3年で1億稼いだネットビジネスプレイヤーが語るみたいなことやっておいて、後ろにね、ネットビジネス界で有名な人がいるといいかなっていうのと、あと45歳で17歳、年の差婚みたいな感じで、これはまあ私の例なんですけども、後ろにはね加藤ちゃんが出てたりとかするともっといいのかなと思います。こういうふうに月商がでかいこと、年商がでかいこと、この道何十年のベテランですよっていうところから発信することによって、訴求の権限、権威っていうのが表現されますね。やっぱり権威性ってすごく大事なんですよね。だからそれが如実に出たのが次です。医療系の資格について、例えば白衣を着た画像がですねボーンとあって、サムネイルに現役医師が感染症の真実を語りますってやったらどうですかね。やっぱり今でも
流行ってる感染症について興味がある方多いと思いますんで見ちゃうんじゃないですか。それから整形外科医の語る10歳若返る食習慣、これも説得力あるでしょ、ね、整形外科の方が普段はメスを握ってるわけなんですけども、いやいや食品から肌って作れるんだよって結構説得力あるような気がしますよね。はい、元看護師の語る人生の最後に聞いた10の言葉、ね、人っていうのは死の間際にいろんな後悔をするそうです。その後悔を聞き取る見取る看護師さんってのがいるんですよね。そういった看護師さんが人生の最後に、そういったね個人が残した言葉っていうのをまとめて、こんな言葉が多かったよっていう風なのがねベストセラーになってますけども、まさにあれですね。はい、じゃあ次行ってみましょう。年齢の訴求ですね。例えばアラサー恋愛っていう風なタイトルのサムネイルがあったら、アラサーの方がちょっと見てみようかなっていう風になります。あと20代でやっておけみたいなサムネイルもいいですね。若い方が見ちゃうんじゃないですか。で私の世代50代なら納得、あのアニメの最終回みたいな感じで、私もね50になって思うんですけども、昔見たアニメの最終回見てないやつあるよね、あれって結局どうだったのかなと、このインターネットの時代誰か情報流してないかなと思って、ついついサムネイルクリックしちゃうことがあるんですよね。まあそういう風に幼い頃に置き忘れた結末とかね、オチっていうのを今だから知りたいなーっていう風に考えている漫画やアニメっていうのが結構あるんじゃないかなと思うんですよ。ですんでこういった50代に対してのメッセージってのは響きやすいってことになります。これ例外的にねロスジェネってのもあるんですよ。ロスジェネっていうのはまあ私の世代のことなんですけども、ロスジェネっていう言葉をね使うとね結構その世代の人に刺さるんですよ。しかも結構人数多いボリュームゾーンですからね。はい、権威性、元っていうのを使うこともあります。例えば元暴走族とかね、元自衛官とか、元ブラック企業社員とか、元女子高生、この元女子高生っていうのは大抵の女性はそうなんじゃないかなと思いますけども、この元女子高生っていうタイトルでセーラー服を着てる女の子の画像とかを使うとかなりクリック率上がります。でも詐欺じゃないですよね、みんな元女子高生ですから。はい、その他ですね、元いじめられっ子とか、元偏差値32ビリギャルとかね、元破産者っていう風なコンプレックスを武器にしてキーワードを使うっていう方法もあります。今回で、じゃあこのね訴求に関していろいろとお話しましたけども、ラストになります。ぜひね前回の動画、その前の動画と3部作でできてますんで、それぞれ参考にして素敵なサムネイルを作ってください。お役に立てれば幸いでございます。ではお疲れ様でした。